勘弁してくれと思いました。いい加減にしろって思ってたんですけど、取られまくってね、やられまくってんですけど、またトシちゃんやってるよって感じで。元気ですか？1、2、3、4、5、6、7、ハッピー、はい、今回フライデーのチームから写真集の企画のお話が来た時は率直にどう思われましたか？勘弁してくれと思いました。毎年毎年、ね、いろんなお友達、まあ、ほとんど女性ですけど、ちょいちょい撮られたりなんかして、ね、いい加減にしろって思ってたんですけど、まあでもいつもね、写真は撮られるんですけど、そんなね、悪意のあるっていうか、足を引っ張るようなね、そんな、悶々でもなかったり写真でもなかったりってことで、まあ、僕の中では慣れっこになったっていうか、うちのファミリーファンのみんなもね、ああまたトシちゃんやってるよって感じで、みんな受け流してくれて、まさかそのね、フライデーさんですか、もう本当に20代30代と、撮られまくってね、やられまくってんですけど、まあ逆にね、こういうオファーいただいて、お逆に面白いんじゃないかなと思ってね、本当にいい環境の中でね、まあコロナ禍の中で大変なこともありましたけど、みんなとチームワークよくね、いい作品がね作れたんで、本当に今はね感謝でいっぱいです。